荒崎駅は、新潟県新潟市北区荒崎一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道白新線の駅である。南口短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。ホームは、短式ホーム側が一番線、島式ホーム内側が二番線、島式ホーム外側が三番線となっている。 かつては、柴田川一番線ホームの反対側にも線路があり、貨物扱いを行っていた一部に痕跡が残っている。自由通路を併設する、橋上駅舎を備える。新潟駅が管理する、業務委託駅で JR 新潟ビジネスが駅業務を自宅する。緑の窓口、自動券売機及び自動改札機が設置されている。なお、白新線は当駅より、 新潟方面が伏線、柴田駅方面が単線となっている。当駅構内に停車中の滝3200系、滝3200、三菱ガス化学所有。1992年5月3日。現在、JR 貨物の駅は臨時車扱い貨物の取扱い駅となっており、貨物列車の発着はなくなっている。かつては駅の南東にある、 日本アルコール販売新潟保管庫の二役線が駅に接続し、同社へのアルコールが浮島町駅から到着していたが、1995年9月、限りで廃止された。また、三菱ガス化学の専用線も接続しており、同社新潟工場から出荷される液体アンモニアやメタノールなども取り扱っていたが、1995年に新潟臨海鉄道藤寄席に集約され、 取り扱いを終了している。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1059人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。北側を東西に走る、県道3号。北口側は、かつての北神原群直川村の中心地。昔からの農村地域だが、県道3号沿いの集落北側には1970年代から、 開発が進んだ新興住宅地が広がっている。駅前にはかつて貨物営業を行っていたため企業の倉庫や工場も見られる。南口側の集落はかつてビシャモンと呼ばれていたが、1960年代今つから鉄鋼団地として整備され、さらに1990年代に入ってからは、荒崎駅南土地区画整理事業による宅地造成が行われ、地名も スミレアと改められた。線路沿いには住宅やアパートが立ち並んでいる。東側は2号川分水路で区切られ、東隣の早通りまでの間には水田が広がっている。北口駅前広場には周辺の観光名所などを案内したふるさと散策マップが設置されている。また、2020年からは日没後に南北両駅前広場を通年で、 ライトアップする取り組みが行われている。北口駅前風景、三行聖火の本社ビルと社員向け駐車場がある。元々のエントランスは北口。宅地まで若干距離があり、県道までの間には農地も見られる。南口駅前風景住宅街が広がる。南口は住宅地開発に伴って強情化された際に設けられた。 北口を発着する、オラッテのバス北口駅前広場内に、住民バス、オラッテのバスの荒崎駅北口停留所が、設けられている。また、北口近くの県道3号沿いと南口近くの、県道15号線沿いに設けられている、停留所には、新潟交通グループが運行する、路線バスが経由する。ありがとうございます。